絶対に言うんじゃねえぞてめえ、おい、やっぱ絶対に言うんじゃねえぞ。日本国内全国国内放送会、はい、皆さんこんばんは、お疲れ様です。うるさくてはい、今日はですね、はい、久々に、猫かぼちゃという役職と、ヨーコを入れて、近くもやっていきたいと思います。はい、ヨーコさん、ちゃんはもうぶちのめすしかないね。もう死んでる人が、え、なんであかんの、そんなの、どういうこと、なんで、え、なんか気配がする。のちさん、後ろ後ろ、のちさん、後ろ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 、え、なに、後ろ、え、どこ、いや、あれ、あれ、もうおったん、おったんやって、おったんやけど、どこに、あ、のちさん、後ろ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 、なに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 、いやいや、うまいな、隠れ方うま、すごいな、は、ちょちょちょ、おったんやって、おった、後ろに、なんかすごい寒気がする、後ろにおるんやって、どこにおる、後ろにおるんやって、は、何が、ちょ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 、今、今おったんやって、結果どうかわかんない、どこから、あ、ちなみにセリフいる、まあ、じゃあ。え、詩人さんやん、絶対今。違う違う違う、俺セリフじゃない。これじゃない、俺じゃない。絶対詩人さんやん。詩人さんじゃない。俺セリフじゃない。100詩人さんやん。違う違う違う、俺じゃないですよ。俺じゃないですよ。絶対詩人さんじゃん、今の。詩人さんが出てほしいですけど。出るメイトいいよ。出といた方がいいんですか、これって。いや、セリフだったら出てくださいね。だよね、だよね。だって、この二人のキルが、まあ、多分猫かぼちゃセリフだの可能性もあるから。いい、確かに。あ、どうした、ズズ。ズズさん、ズズ、ズズセリフ。頭の上のやつが喋ったんかな。あ、でもごめん、ごめん、ごめん。言っといてなんだけど、絶対ない。ごめん、絶対ないや。絶対セリフじゃん。なんだよ、今の。な、今の返事何、返事、はいかいいえにしてほしいな、ズズ。ねえ。なあ。絶対ないって言いたかったんだけどな。ズズ。どっちなの？喋っていい？ごめん、喋っていい？どうぞ。いいよ、わかったわかった、いいよ、わかったよ。アーカイブ、アーカイブに死体はミネさんしかなかったから。聞いて。喋らせなさい。喋らせなさい。アーカイブに下の皆さんしかなかったから相打ちないわ。いや、なんだっけ、めんどくせえわ、お前その、いや、お前の相づちめんどくせえわ。死体場所どこですか。なんか証拠機の右の、ああ、そういうことか、下のとこ、うんうんうん、中野っちズズシュンにできないですね。うん、できないけど、うん、僕も、あのエンジンルームで3人の声だけ聞こえました。え、エンジンルームの左側から。合ってます、合ってます。停電中に突進さんが停電無視してメインに行ってるの見てます。そうです、そうです。なんか声聞こえるなと思って。どっちだったよ。どうしたの、どういうやつお前それ。何、合図地、合図地。できなかった。最後一枚だったのに、最後一本だったのに、最後一枚だったのに、バーガータスク。ババ抜きでもしてたんですか。そんなに悔しい。うわー、これはやばい。あと5枚だったバーガータスク。風刺券用1個目ってねえやん。いや、やってねえな。全部じゃねえか。全部じゃねえか。見てないよ、そっから。番長どこにいるんですか、最終。最終どこなんですか、番長。これは最終は…え、番長どこの高っ。これ、アーニャ、アーニャの真似してる、もしかして番長。アーニャの真似してるね。アーニャの真似はしてない。アーニャ可愛いよ。アーニャ可愛い、可愛い。どうしたん、急に人が可愛いよ、アーニャ。いや、なんかちょっと番長の声ちょっと低すぎて、議論中なんかね、みんなの声にかき消されちゃうかなと思って。あー、ちょっと議論中高めに声を出した方がいいよっていうアドバイスをして。今までどうしてたんだよ。はい、今までどうしてたんだよ。前処してるの。はい、そうですね、前処してるのか。可愛い、可愛いよ、アーニャ。アーニャじゃねえ。アーニャじゃねえ。1個いい。これは否定。はい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 。私カメラ見てたんですね。カメラ見てたらミーティングで
はっちゃんが何もないところから現れたんですよ。これは本当に気のせいです。あら、やってんね。本当に気のせい。スーって透明になって、そっから透明になって。番長、一緒にいたじゃん、番長と。あーあバーニャとハーニャが消えちゃいましたね。バーニャとハーニャってなんだ。カメラを見てたリンゴさん、ズズさんって見えてます？エンジンあたりで。あ、見えました。シュウネさん追いかけてるズズさんみたいな感じで。追いかけてた。あ、いや、まあ、シュウネさんの後ろにズズさんっていう感じで、はいはいはい、左から右に走ってるの見ました。はい、はいはい、ちょっと言い方が追いかけてたみたいな、なんか誤解招くようなこと言われるの、ちょっと見えない。いや、なんか、後ろをただついてただけのに追いかけてるみたいなこと言われるの、ちょっと嫌なんですけど、それだとなんか俺が言ったみたいな容疑かけられてるんで、どっちかというともう、もう俺的にはリンゴさんが怪しく見えて、もうリンゴさん怪しく見えてます。それでただ後ろを追いかけてただけのになんか追いかけてるみたいな表現されると、やっぱり、なんかやっぱりリンゴさんが怪しくなってくるから、リンゴさんめちゃくちゃ黒目で見てますわ。釣りますもうすなんで気持ちやん、なんで交差する気持ちが勝ってるじゃん、もう。いや、もうポンズちょっと怖いな。え、どこ確認、どこ絶対死ぬ。絶対死ぬでしょ。絶対知るじゃん、この二人、どっちか。ポンズだけだてめえ、絶対に言うんじゃねえぞ。家で、ズズが死んでることは絶対に言うんじゃねえぞ、てめえ。おい、やっぱ絶対に言うんじゃねえぞ。しばきに行くからな、今から。おい、絶対に言うんじゃねえぞ。今から下行ってやるからな。やばい、俺殺される、俺殺される、殺される、やばい、やばい、やばい。最初にポンちゃんとズズさんが2人で宿舎前通路にいるのを見ていて、マヨネーズって言ってるところを聞いて、私はエンジンマヨネーズシャワーって言って、ポンちゃん、ズズさん知らないですか？ズズをですね、左に送り出しました、僕は。左に送り出した。はい、左っていうのは金庫ですか？そうですね、金庫にいると思います。うん、だとしたら私目線、ミネ主人がほぼ無理、のちさんはないげであるポンズリンゴかな。いやー、ミネさん目線、ミネさんどうですかっていう。あ、俺目線はミネさん無理かな、あの直近でなきゃ限りは。トッシンさんはね、死んでなかったんだよね、さっきバイタル見たとき。ズズさんの方が先のキルだから、はいはいはい、ポンちゃんは黒く見えちゃう。ボタン出てないです。ポンちゃんが出てない。カメラ見てて、カメラ見てて逃げただろ、てめえ、この野郎、おい。このバレバレじゃねえかよ、お前。言わずともバレてんじゃねえか、お前。意味が分かりません、私はもう。ブライトさん、作戦で何ですか？ブライトさん、教えてください。作戦を教えてください。僕に、ブライトさん、ブライトさん、親父にもぶたれたこと、何も何も言うよ。二度もぶったね。こいつ、作戦考えてるぞ。たかがメインカメラをやられただけだ。タスクしましょうよ、早く。タスクしましょう。こんなに嬉しいことはない。はい、はい、はい、はい。くそー、無慈悲すぎる、無慈悲だ、のちさん。ナイス。しんさん、しんさん、何、どうしたの？気のせいかと思うんですけど、いいですか？はいはい、どうぞ、はいはい、右ディアクターしんさんと一緒に直しました。で、ちょっと変な間があったんですよね。はい、多分俺のせいかもしれないですけど、理由は俺シールド貼られてるんですよ。はい、はい、ミネに。シールド、多分知人さん、もしインポスターだったら、うん、まあ反応するんかなみたいな。
え、でミネさんさっきシール貼ってるってこと言ってなかったっけ。言ってたね。うん、俺に貼ってくれてます、うん、そう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 。エンジンについてるからエンジンに行ってくるね。もちさん聞こえてる？エンジンにいないな。もうやらないと、ミネさんをやらないと。あ、聞こえちゃってる。聞こえちゃってる。ミネさんをやらないと。ミネさんをやらないと。ってリンゴさんが言ってました。今聞こえテリンゴさんが言ってました。今もうテリンゴさんが言ってました。もうテリンゴさんが言ってました。言ってたやん。ミネさんをやらないと。そういうことか。言ってたやん。テリンゴさんが言ってました。エンジンのベントで男性の声が聞こえました。言っちゃってるじゃん。シジンさん。今回いくらでもあったんで。ありましたね。で、でリンゴさんがさっきすれ違った時に、あ、中ルッチが2回切っても切れないって言ってました。マジか。どうしたの？そうでしょ。俺じゃないインポスター番長でしょ。俺じゃないって。ねえ番長でしょ。 俺じゃない橋山さん。わびわさびのわびさび違った。ええ、ズズさん目線もそれでいいってことですね。んそれでいいっていうのは番長の。あ俺ねいないいない、もうねその場にいない、聞いた時に。あほらだって俺一緒にコミ直しに行ったの見れてないか。あ来てた来てた来てた、そうだそうだ。あそう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 、だからその前に起きたことだから。くそずっと腹立つ、ずっと腹立つこれ。まあでもでもまあはこれで番長がインポスターおい、すず何やってんだよ、お前っていうのは、だからなあ、すず広瀬すずっていうのはざけんな、お前、おい、広瀬すず何やってくれてんだよ。広瀬すずは広瀬すずやん。広瀬すずは広瀬すずやろ。うるせえな、奇抜な衣装着やがってよ、この野郎。石川よしお、たまとまり。おい、詩人さんに全部書き消された。なに全部詩人さんに書き消された。全然右も聞こえんかった今。びっくりした今、右も聞こえんかった。おい、おい早く映画撮られんのかよ。撮れよ。マイケル・ムーは監督じゃねえ、それ俺のじゃねえから。それおい、なんでお前緑なのにお前オレンジ好きになってんだよてめえこの野郎。いやシュレックじゃねえよ。どっから来たの？いていて、ずっといた、そばにいた、そばにいた、そばにいた。絶対嘘じゃん。え、ラーメン作らないんですか、ラーメン。角の卓造じゃねえよ。やばい、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 助けて誰か助けて。なんか聞こえてる。誰か助けて。あなたはその下どうする。もうひらひら持ってる。私はここをいくらでも往復できる。私はここいくらでもできる。リフトなんぞいらなくなった。何やってる。リフトなんぞいらなくなった。何やってんの。私は何度も往復できる。赤ちゃんじゃん。そんなことない。赤ちゃん、赤ちゃんの笑い。
泣いてんのかな、笑ってんのかな。あ、赤ちゃんだ。どっちだ、赤ちゃん。笑ってんの。あ、泣いてる。あ、泣いてる。泣いてんのか。泣いてんのか。泣いてるな。泣いてんだったら。笑ってんのかな。笑ってんのかな。仕事終わりのカメハメハ。